クレイジーセブンの秘密の部屋へようこそ。山野徹です。翔也です。はい、はい、ということで本日もやっていきます。一問一答、はい、はい、お願いします。はい、ではもう早速いきますか。今日の一問はベベン、ベベン結婚相手を選んだ決め手はということでいいですね。これ今回割とシンプルな、うん、一問だよね。なんか結構ね、うんうん、今までは、うん、なんだ、割とハウトゥーというか結構、うんうんうん、ね、なんつうんだろう。する方法はあっても多かったしね。あ、そう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 。うんうんうん、確かに。あ、今回は実体験というか。まあ二人とも既婚者ということでね。まあ、うん、結婚相手に悩んでるというか、うんうん、何が決め手なのか分かんない人って意外といるからね。うん、そうだね。うん、結婚したい彼氏がいるけど、なんか結婚できないみたいなね、うんうん、よくあるよね。うん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 、確かに。自分も含め相手、結婚したい相手に選んでもらうための決め手としてなり得るかどうかっていう観点も。ああ、確かに。ああ、うん、うまいこと、うまいこと言うやん。確かに。そう考えると、その逆としても使えるのか、うん。そうだね。なるほどね。はい、じゃあ、早速いきますか、一等。いきましょう。はい。はい。はい、結婚相手を選んだ決め手ということで、私の、一答は、はい、ふざけ方のレベルが高かった。ふざけ方のレベルが高かった。高かった。です。はい。ですね。じゃあ、翔也の一答は、はい、この人を世界で一番幸せにできる男は自分だと直感したから。いやいや、ちょっと待ってや。何並べんなって、俺の一答と並べんなって。ああ、書いて書いてくれ、書いてくれ。書いてくれ。で、一番幸せにできる男は、うん、自分だと直感したから。うんうんうん、うん。はい。まあ、深掘りしていきますかんで。いきましょう。まあね、その決め手っていうのがな、まあ、うんうんうん、まあそもそもなんか俺もその直感なんだよね。あ、この人だってなったのがそもそも、まあ決め手は直感なんだけど、まあそうだ、ただその、まあ、しゃあ直感って書けばいいんだけど、そのなんだろう、その実際そのなんだろう、アクションというか、そのどこら辺見てなんか結婚を考えたのかなって思った時に、うんうんうん、やっぱね、なんかね、すごい面白い人なんですよ、うん、俺の妻って。おうん、なるほど。そうそう、そうなの、そうなの。なんか、うんうんうん、まあ、何が面白いって、まあ、一個エピソード言うとすると、まあ、付き合って、うん、まあ、遠距離だったの、ずっと、最初から。おうん、最初からって言ったら変だけど、割、うんうん、ずっと遠距離で、その宮城と東京の遠距離だったんだけど、うん、あの月に1回は会うようにしてて、あっちが来てくれてたんや。うん、何月何日、うん、あの何日間会おうねみたいになるやん。うん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 、で、まあ、迎えに行って遊ぶとかってやってたんだけど、うん、ある日ね、うん、まあ、そんなしょっちゅう LINE してるわけでもなく、普通にピンポーンってなって、うん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 、なんだ、特急便かみたいな話で出たら、うんうん、その彼女がいましてね、浮気しないかどうか見に来たとか言って。すごくない？その、すごい、だってさ、うんうん、すぐ家が近くチャリで行ける距離ならいいよ、その突然来てもさ、その新幹線使ってですよ、うん、いや、なんか分かんない、だって俺、うん、俺が家にいるかどうかも分からんよ。いや、そう、そうだよ、そうだよ。いや、なんか来られる側からすると、いや、なんか怖いっていうのもあるかもしれないけど、うん、行く側からすると本当にすごいよね、うんうん、だって行っているか分かんない、もうそれね、だからすごくない、うんうん、逆に考えたら無理じゃん、だって無理無理無理、絶対確認するやん、まずいるかどうかをさ、するする、サプライズ、うん、サプライズするにしてもなんか違う遠回りで聞いて、うんうんうん、あ、家にいることを確認してから行くやん、うんうんうん、って言っていいかもさ、うんうんうん、なんか遠回りでね、気づかれないように、うん、でも何もなく普通に来て、うんうんうん、何言ってなんじゃん、うんうん、確かに確かに、そう、なんかそういうなんつうんだ、面白さ、うんうん、ね、その浮気してるかどうか見に来たっていうのも、うん、あの彼女のユーモアなのよ、うん、そのセリフもさ、なるほどね、そう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 、なるほど、なんか、うんうんうん、そうそうだね、まあ、決め手はもちろんそのなんか、ふざけて宮城から東京に来るのすごいな、いや、すごいじゃん、うん、ふざけて東京来るのすごいじゃん、だってすごいすごいすごい、なかなかの金額ですよ、お金も、うん、いや、そうだよ、ね、いるかもわからん、うん、そう、うんうん、
遊びに来て、で 俺のスケジュールも何も分かって、だから俺は普通に明日仕事だし、うん、みたいな、いいんすか、うん、みたいなさ、開けてないしね、それのために、ね、うん、そうそういうこと、そういうこと、うんうんうん、何してんっていう、そう、すごいな、すごいでしょ、そう、まあ、そこら辺がなんか面白くてね、うんうんうん、そう、結婚に至った感じですかね。うん、まあ、なるほど、うんうん、もっと前を言うとだから本当に直感なんだけどね、なんかあこの人だってなっちゃったっていう、うんうん、まあ、それこそ、うん、まあ、直感って言えば、まあ、トータルで見てるじゃない、うん、直感って、うん、でもそのまあ一番の直感の中でも一番こうここってなったのが、まあそのふざけ方のレベルが高いっていう部分が、まあその自分との方向性が合ってたとか、うん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 、っていう感じなのかな、そういうことをできちゃう人というか、うん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 、いや楽しいだよ ね、はい、だろうね、一緒にいたらね、そうだね、面白いね、やっぱ今でもね、本当、まあ、うん、こんなところでじゃあ翔也の深掘りをしていきますか。いいんですか、いいですよ、いいですよ、ですね、まあこの人を世界で一番幸せにできる男は自分だと直感したって言ってるんだけど、あのまずですね、あのちょっとまた抽象的な話になるんですけど、こっから、理想の結婚相手の公式ってものがあると思っていて、何それ、普通に知りたいんですか。いやそれ違う動画で出した方がええやろ、すごいな、あ結婚相手の公式で、はいはいはい、あの何それ、俺ってビジネス系の人じゃん、はい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 、うん、でこれってなんかイコール、まあ、理想のお客さんの公式と同じだと思ってて、うん、はい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 、うん、分かる、理想のお客さんの公式ってどんな、分かんない、ずっと同じ、うん、ずっと弊社の商品を買っていただけるみたいな、まあそれもあるけど、まあ、うん、一番まあ言ってしまえば、うん、その、まあ、理想の結婚相手の方式、まあ、公式で言えば、うん、まあ、その自分が相手をこう幸せにできるっていう、うん、まあ、能力とか、まあ、そういった部分、能力っていうのは幸せにできる度合い、相手が自分の影響で相手が幸せになれる度合いと、うん、あと自分が相手を幸せにしたいっていう度合い、これを掛け合わせて最大化する相手が理想だなって。なるほどね、はいはい、あ、じゃあ、うん、そのそんな、う、何、お客さんに買ってもらえるとかじゃなくて、うん、そもそもそのいい関係を、なんつうだろう、そのウィンウィンみたいな感じね。まあ理想の公式、お客さんの公式で言えば、まあ、自分の商品なりサービスで相手が最も幸せになってくれる相手、うん、かつ確かに嬉しいよな、うん、かつ、うん、あの、まあ、最も必要としてる相手ってことで、うん、かつ自分が最も届けたいと思ってる相手、うん、あ、なるほどね、うん、はいはい、確かに理想、度合いが両方、そうそう、一番、まあ、大きくなる相手が理想のお客さんだから、うん、うん、確かに、うん、だから理想の結婚相手も同じで、ね、そう、自分が幸せにしたい相手、ね、かつ相手が幸せになれる、うん、自分によって幸せになれる相手が一番の相手なんじゃないかなと思って、うんうんうん、はい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 、自分の、確かに、自分が相手を幸せにできる度合いかける、うん、自分が相手を幸せに したい度合いで、これが、うん、最大化する相手が理想じゃないかなと、うん、なるほどね、はい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 思ったんですよね、はい、もうこれかなと、自分が相手を幸せにできる度合い、幸せにしたい度合いが最大化する相手が理想、うん、確かにな、うん、してまあ俺自身、まあ、その奥さんか、うん、もう高校の同級生だから、うん、はい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 、言うなればもう10年以上前から知ってる相手であって、だね、うん、でその時は全然結婚する相手だとは思ってなくて、うん、この人だとは思ってなかったわけで、その当時ね、うん、でもこの、はいはい、まあ10年ちょっとぐらいで、まあ、こういろんな人を知って、うん、で、うん、いろんな人知った上でその奥さんを見ると、まあ、その、うん、この人が一番だって確信できたわけで、なるほど、はいはいはい、うん、もうその人しか知らなかった時だったらその人がベストだってのは分かんなかったけど、うん、うん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 、うん、だからまあそのなんだろう、全然経験ないのにこの人って直感は絶対できないと思ってて、確かに、いや、そうです、うん、あ、そうなの、そうなの、そうなの、うんうん、いや、そうなのとか言っちゃったけど、そうなの、そうなの、本当に、
でそれはなんかそうなんです、うん、付き合う付き合わないももちろん関係なくて、まあ関係あるけど、うん、付き合う付き合わないとかもそうだし、まあなんかその、うん、セックスをしたしないに関わらず、だから最低でも10人以上の経験、うん、恋愛経験もうその勝手に片思いとかじゃなくて、うんうん、なんか本気で恋愛しましたとか、うん、こうっていうのをあった上で、でその人って分かると思うから、うん、なるほど、うん、いや10も必要マジいらないいやいやそれは付き合った人数とかじゃなくて、あそうそう、あまあ例えとしてってこと、そう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 、あまあ確かにな、俺でも言うて実はあんま付き合ったことなくて、うん、あいや付き合ったとかじゃなくて、まあ人を知るっていうか、それこそ、あなるほどそういうことか、うん、告白さ、まあ仲良くなって告白されたって通りってあったじゃん、ラブレターもそうだけど、はい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 、うん、そうやっていろんな人を知っていった過程があってっていう感じ、まあ確かにな、うんうんうん、でも確かに、うん、なるほどね、そう、うんうん、俺もその決め手は直感って言ってたけど、なんでそれ直感があるかっていうと、うんうん、そのいろんな、まあ、今までその出会った人とか、それを翔也の言ったことなんだけど、その付き合った人とか大恋愛とかを経て、うんうん、なんかもうこの人こういう人しかいないってぼんやりとあったね、うんうん、頭の中に、そうだよね、そうだよね、俺に会う人はこういう、こういう人しかいないみたいなのがあって、うん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 、そこにもうバシッてハマったというか、うんうん、おっあなただあなたあなたってなったわけ。わかるわかる。あなたですよ俺の結婚相手。それ。え、そうそう。それそれそれ。俺の場合割とそれ初対面だったんだけど。うんうんうんだから初対面で あなたあなたってなったわけ。すごいな。すごいな。怖くない？怖い怖い。怖い。あなたは私の結婚相手ですって。そう。それすごいな。すごいでしょ。だからもうスピード結婚なの、うん、本当に1年も付き合わずして結婚してるから。うんうんうん、うんうん、まあ俺も再会してからもう 1,2 ヶ月で結婚は決断してるから。あだからもうそういうこと、うん、いやだからそういうもんなんだな、いやと思う、なんか答え見えたやん、これそれこそなんか、うんうんうん、なんかもうあるよねこういう人っていう、うん、そうなの、そう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 、うん、でこういう人がない時点では多分まだ経験足りないくて、そうなんだね、そうなんか、うんうん、そうなんだよ多分、うんうん、こういう人っていうなんか、うん、何なんだよ、あやっぱ分かる人いた、俺この話してもね誰も分かってくれなかったんだよ、うんうん、今まで、おそう、あこの人この人っていう直感があるんだよねって話してもなんかみんなパッとしないというか、うんうんうん、そうなんだ、そんなのねなんかお前だけだよみたいな感じだったんだけど、うん、まあできちゃった結婚したとかだったら分かんないかもね、ああなるほどね、なんかそういう成り行きで結婚とかも分かんないかもね、ああ、うん、こうやって経験とかいろんな人を知った上で、うん、結局いやもうこの人しかいないじゃんってなる経験、うん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 、でも絶対こいつだろってなる、え、そうそうそう、いやお前ですよっていう、うんうん、そうそうそう、そう告白した時もそのいやいやあのことはなんかなんか考えてね、その時妻は、うんうんうん、そう一番最初告白した、もうだって出会って3日で告白してるから怖いわけよ、うんうん、誰だこいつはってもう割と、そうでね、その、うん、俺としてはいやいやいやその断るとかじゃなくて、うん、もうあの、うん、結婚前提のあれですからって感じ、うん熱量すごいな、そう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 、いやいやいやだってあなたなんですからみたいな、うん、レベルだったからね、それって相手にとっても自分だって直感したの、なんだろう、それはない、自分にとっての相手、それとも相手にとっての自分、あそうそう自分にとっての相手だね、うん、あでも相手にとっても、うんうんうん、っていうのはあったよ正直、うん、ある、うんうん、いやあった、だから翔也のその、うんうん、ねその公式には当てはまってたよそこは、うんうん、なんか、うん、そうそうそう、なんか俺そこ全然今回答してないなと思いつつ、ああ確かに確かにいいよ、回答してもいいよ、まあうん、うん、なんかその相手にとっての、うん、まあその相手がも、まあ、求めてるものじゃないけど、なんだろうな、うん、なんかそこも直感でなんか言語化難しいんだけど、うん、なんかそれこそなんだろうな、まあ、相手にとっての合う合わないみたいなね、うん、相手にとなんだろうな、なんかそれこそ俺自身なんかこうかっこよく生きたいっていうのがもう昔からあって、うん、こうかっこよく生きたい、なんかこうなんだろうな、そうやって生きたいっていうのがあって、でこの人にとってこの人の世界の中で自分だったらもうなんかかっこよく生きれるなと思って、まあなるほどね、そうはい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 、そうだね、なんかこの人の一番のタイプは自分だなって思ったから、うん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 、そうそこもあったし、
なるほどね。で自分そう、その人をなんかまあ女として一番幸せにできるのは自分じゃないかなと思って。あなるほどね。いや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 、もういや分かるわ。でもだからその公式はマジで、うんうんうん、本当理想の相手の公式は間違ってないというか、うん、まあ、できる度合いとしたい度合いがね、うんうんうん、の最大化は 今の話だけすればなんかすごいこう上からみたいな感じになるけど、うんうんうん、そうでもなくて、なんかそれこそさっき言ったバシッとハマったじゃないけど、自分にとって一番欲しかったものを全部持ってるのがその人だったし、うん、かつそう自分が一番幸せにできるのも、あ相手を幸せにできるのも自分だし、うん、みたいな、そこの掛け算で最も最大化した相手が、うんうんうん、いやもうこいつだろっていう、はい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 、感じかな。まあそういうことですよね。うん、おそらく言語化するとそういうことなんだろうなと思う。うん、ですね。ですね、はい。ということで閉めちゃっても大丈夫ですか？閉めましょう。閉めますか？どうで閉めるのこれ？本当だよな。直感、まあまあ、うん、まあ、あの決め手の紹介みたいな感じになっちゃうけど、結婚相手の、うん、選んだ決め手の紹介みたいな、うんうん、今日の一問一答は、まあ、今日の一問は結婚相手を選んだ決め手は、はい、ということでした。で、はい、私の一答は、うん、ふざけ方のレベルが高かった、うん、はい。で翔也の一答は理想の結婚相手の公式に当てはまったから。ああそうですね。うん、そうですよね。なるほど、うん、そう、まあ、そうだわ。イコール直感なんだけどね、これはもう数値ができないから直感なんだけどね、うんうん、はい。あ、でもそうだわ、理想の結婚相手の公式に当てはまったんや、うんうん、なるほど、うんうんうん、はいはいはい、かなと、はい。ということで、はい、ぜひあなたの一答を、コメント欄にコメントしてください。はい、はい、で、あの公式 LINE もあります、概要欄に公式 LINE あります。公式 LINE に、あなたの一問疑問、何でもいいので送っていただけたら嬉しいです。はい、はい、ということで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。